皆さんこんにちは。今回はダイソーキャンプの新商品を誰よりも早く手に入れることができましたので、誰よりも早い速報動画を作ってみました。きっとまだ誰もレビューしていないと思いますので、最後まで飛ばさずじっくり見てもらえると嬉しいです。ということで、気づいたら10月中旬になってしまいましたが、猿は朝から張り切って野営地にやってきました。そういえば近頃この場所、動画のネタにして紹介した YouTuber さんがいるみたいですね。最近、花火や炭の燃えかすなど、ゴミの放置が目立って増えてきましたが、この場所に限らず、キャンプでは自然を汚さないようにご協力をお願いいたします。前置きはこのぐらいにして、早速、開封してみました。手に取って最初に驚いたのは、ステンレスの厚さと、重さです。これは今までのダイソーキャンプギアにはない感覚でした。それもそのはず、これまでは直火禁止がダイソー決まりのルールでしたが、このレジャークッカーは直火 OK となっています。ステンレスの厚みはおそらく直火での使用を考慮したものだと思われます。本体も蓋もとても重厚な感じで、550円というのはちょっと信じがたい印象です。この本体横に備わったハンドルの部分は、どう考えても直火で使うと熱くて持てなくなりそうです。熱くなったクッカーを持つときは革手袋など耐熱性のあるグローブをつけるのが鉄則です。ただしそうは言っても、少しだけ加熱したときに一瞬持ちたいときなどだと、いちいちグローブをつけたり外したりするのが面倒な場合があります。そこでいきなりですが、セリアのシングルバーナー用シリコンチューブをつけてみることにしました。もともと4本入って110円で売っている商品ですが、このチューブはいろんな場所に使えるので、試したことがない人はぜひ挑戦してみてください。取り付ける際はオイルや洗剤などを薄く塗ってからチューブを通すとスムースに入っていきます。幸いチューブの長さもカットする必要がなく、ぴったりの長さでした。ではこの状態で焚き火の上に直接吊るして使ってみようと思います。ちょうどいいじゃん。この方がいいね。多分熱くないよね。それでは新品のクッカーをまずしっかりと水でゆすいでから食材を入れて調理してみます。今回は来る途中にファミリーマートで見つけて買ったおでんをクッカーで煮込んで食べてみます。すでに出来上がったおでんを温めるだけですが、そこは突っ込まないでください。一般的なおでんパックならだいたいちょうど良い量なので、このレジャークッカーは冬のおでんにも活躍してくれそうです。ちょうど全部入った。さてここでキャンプ初心者さんに役立つアドバイスをします。焚き火の上に吊るして使えるキャンプ用のクッカーといえば、最も一般的なのは飯盒です。そら豆型のあの飯盒です。ただし吊るして使う点は同じでも、飯盒とこのクッカーには大きな違いがあります。それは材質です。一般的な飯盒がアルミ製なのに対して、このクッカーはステンレス製です。ステンレスの熱伝導率はアルミほど高くはありません。熱伝導率が高いとクッカー内部に温度ムラが少なくなり、均一に熱が伝わるため、お米が美味しく炊きやすいです。このためお米を炊くならアルミ製のメスティンや飯盒の方が絶対有利です。炊飯が不得意と言いましたが、じゃあこのクッカーにはどんな調理に向いているのか、この点を初心者さんのために説明します。まず一番に挙げたいのが煮込み料理です。ステンレスは耐食性が高く、酸やアルカリの食材にも非常に強いです。そこでトマトソースのように酸を多く含む材料を長時間煮込んでも味が変わったり表面が溶け出す心配がありません。
また塩分を含む水の場合でも腐食の心配がないので、長時間煮込む調理にステンレス製はもってこいです。次に向いている調理が炒め物です。ステンレス製はアルミと違って高温に強いため、強火の炒め物でも鍋を炒める心配がありません。そして油を多く使う中華料理でも油の高い温度で変形する心配もありません。この点、ステンレス製のクッカーは炒め物にも非常に向いていると言えます。またこのクッカーのように細長いポット状の形をしていると、パスタ類の麺も茹でやすいです。そして、ステンレスは腐食しにくいため、作り置きした料理をクッカーの中で保存することもできます。ステンレス製は、鉄やアルミに比べ、食品の風味を損ないにくく、酸化にも強い、という特徴があります。このように、炊飯は苦手でも、ステンレス製のクッカーには、様々なメリットがあります。大事なのは、特徴を理解して適切なメニューをチョイスすることです。ということで、もしこのアドバイスが役立った人はいいねボタンを押してください。よろしくお願いします。ちなみにパッケージの写真にはラーメンが写っていますが、猿のおすすめは通常の袋ラーメンではなく日清のカップヌードルです。大きさがぴったりだし、食べるときは持ち手があってこぼしにくいし、何よりレジャークッカーなら3分後には食べやすい温度に下がっているのも魅力的です。特に猫舌の方にはおすすめしたいカップヌードル専用クッカーです。本当に550円なんか。すすで汚したくない人におすすめなのがおきび調理です。もちろんガスバーナーなどを使えばクッカーは汚れないけど、せっかくキャンプで焚き火したなら焚き火の熱を有効に使いたいものです。映っているのはホールハウスのラップトップグリルという小さな焚き火台です。このようにメインの焚き火台からおきびになった炭を持ってくれば、安定した一定の火力で調理できます。また炎が上がってないので、クッカーがすすで汚れることもありません。おきびでもこのように安定した強い火力が維持できるので、煮込み料理にはぴったりです。蓋が少し開けにくいですが、先が細い木バサミでなんとか掴めました。蓋の取っ手は手を離すと出てしまうために、蓋を持ち上げようとするたびに少しストレスを感じました。立ち上る湯気を眺めながらキャンプ場でくつろぐ時間は格別です。このようにメインの焚き火台とサブの焚き火台を併用すると、焚き火と調理がどちらもやりやすいので、おすすめしたいスタイルです。せっかくなのでメインの焚き火台の方にはケトルを吊るしておきました。後でコーヒータイムを楽しみます。10月中旬とはいえ、昼間はまだ暑いので冷たい飲み物が美味しいですね。おきびで加熱中でもシリコンで覆ったハンドルは素手で持つことができました。良い眺めです。ここだけ持てんな。100均各社がキャンプ売り場を縮小する中、ダイソーのキャンプギアにはますます名品たちが揃ってきたようです。とても落ち着く眺めです。ダイソーのレジャークッカーはこの日のキャンプで立派に主役としての務めを果たしてくれる名役者でした。まだ購入してない方はぜひダイソーアプリで近所の店舗在庫を検索してみてください。
かれこれ2時間ぐらい煮込みましたので、そろそろいただいてみます。映っているお箸は同じく100均キャンプ道具のステンレス製の分割箸を DIY で加工して先端を竹に変えたものです。 DIY で作ったギアには特別な思い入れが生まれますが、それ以上に使い勝手が良く、しかも長持ちさせることができるので DIY は本当におすすめです。100均キャンプギアをレビューする YouTuber の中には、実際のキャンプでは100均アイテムは使っていないという方もいるみたいですね。ただし猿の場合は全くその逆です。以前使っていたようなブランド物のギアはどんどん断捨離して減っていき、代わりに100均アイテムだらけになっています。ただしこれは自分にとって使い勝手が良くなるように DIY で加工して使っているからという理由があるのかもしれません。道具を揃えたり見よう見まねで試行錯誤する時間は人によっては苦手な場合もあるかもしれません。ただそうした試行錯誤して工作する時間を楽しめるようになると、DIY は最高に楽しい趣味になりうると思います。キャンプ活動はそもそも野遊びに近い行為なので、身の回りにあるものを工夫して使うことで不自由さを克服する遊びだと思います。DIY に通ずる遊びだと言えるのではないでしょうか。さて、最初に小清水を加えて薄めたのですが、水分が蒸発してちょうど良いおでんつゆになっていました。煮込んだおでんはやはり味がよく染み込んでいて最高でした。側面のハンドルにシリコンチューブをつけたこともやはり正解です。食べている途中でグローブをつけたり外したりはできれば避けたいですからね。シェラカップを使う必要はないかもしれませんが、こうすると猫舌の方でも食べやすいし、逆にクッカーの上に置けば保温もできるので便利です。レジャークッカーの使い勝手にすっかり満足です。あっという間に完食です。一つだけ残念だったことは、蓋についた取っ手が掴みにくいことです。猿が使っているベルモントのステレンス火バサミの場合は先端の作りが精巧なので、細く小さいものでも掴んで持ち上げることができます。ただし例えば同じベルモントでも UL 火バサミだったら、この小さな取っ手は掴みにくいと思います。以前は猿も使ってましたが、そうした理由で断捨離しました。蓋の蒸気を逃がす穴についたおでんつゆの焦げた跡はスポンジでこすったら簡単に消えて跡も残りませんでした。さすがステンレス製、このあたりが腐食に強いステンレス製品のメリットだと思います。ほらこの通りです。ちょっと550円とは思えないね。ここだけね、なんか持ちにくいんだけどね、あとはね完璧だったねこれ。すごい商品だな。3500円って言われても信じちゃうよね。ここがね、ここが持ちにくい。ここがね、持ちにくいのだけがちょっと難点だね。グローブしててもつかめないねこれじゃ。で洗ったけどね、何の不安もないけど、ここだけね、これ薄手のカーテン袋でも持てないもんね。ここだけちょっとなんとか取っ手がある。これじゃ使えないよ。
るか。レジャークッカーのケースはついてなかったので、猿はとりあえずズダ袋に入れて持ち運びました。ということで、蓋の取っ手を持ち上げやすいように DIY で加工してみます。取っ手はペンチなどで引っ張ると比較的簡単に外れました。そしてハンドル板で写っている部分の一部を削ってみました。このアイデアには特別な根拠はなく、単にそうすればうまく取っ手が立ち上がるかなという直感だけです。円盤ヤスリなので斜めにカットすることしかできません。円盤状のヤスリで削ると箸の部分が円盤に沿って丸くなって良くなかったので、その後精密削りの刃に変えて仕上げました。このあたりの作業も DIY の醍醐味です。ちなみに猿がおすすめの比較的安くて使いやすいハンドルーターは概要欄に貼っておきますので、ご興味あれば Amazon で詳細を確認してください。この作業、多分歯医者さんとか上手なんでしょうね。完成です。外した取っ手をくっつけてみます。取っ手をスライドさせるようにしてつけました。どうでしょうか。少し遊びがありますが、このぐらいは問題なさそうです。良い感じです。金属の加工については全くの素人ですが、うまくできたのではないでしょうか。立ち上がった状態で安定しています。大成功です。クッカーのケースがなかったのですが、倉庫に落ちていたズダ袋に入れるとちょうど良かったです。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった方は高評価ボタンと、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。